鳥町隆史がドラマ相棒をシーズン20のラストエピソードをもって卒業することが発表された。画像相棒シーズン20ビジュアル、他3件。2000年に放送がスタートした相棒シリーズは、水谷豊演じる主人公、杉下右京都、彼の相棒の活躍を描く刑事ドラマ。 ソリマチ演じるカブラギワタは四代目相棒として2015年のシーズン14から登場した。ソリマチは本日11月24日放送の第7話をもって、右京の相棒として歴代最多となる125回という出演回数に達する。今回の決定は、撮影開始に先立つ話し合いの中で、 ソリマチ本人が歴代最多出演本数を更新する今シーズン委員会での卒業の意向を示したことによるもの。最終的に双方納得の上、卒業することが決まった。ソリマチは卒業を水谷に伝えた際のことを水谷さんが煽ったのは、分かったの一言でした。それでも、同じ俳優として、察してくださっていることを強く感じました。僕自身、 40代の頭から相棒をやらせてもらって。今年で48歳になるのですが、50代を迎えるにあたって、新しい出発を切ろうとしている気持ちは、よくわかると。実際、そんな話はしていないのですが、しょう、これだけ長く一緒にいますから、僕にはわかるんですと振り返る。 一言では言い表せない思いがありますが、今はとにかく感謝の気持ちでいっぱいというソリマチ。一方の水谷はソリマチをソリと呼ぶコメントの中で、その魅力と思い出を振り返りながら二人では多くを語っていません。話さなくても思いは十分分かり合っていると思うからです。 この先かぶらぎわたではない役者ソリを見られることもとても楽しみです。ソリありがとう、と言いたいところですが撮影はまだ終わってませんね、ショー。来年2月まで残りの撮影もよろしくねソリと語っている。ドラマ相棒は毎週水曜にテレビ朝日系で放送中。なお過去の全シーズン、スペシャルドラマ、劇場版、スピンオフはテラサ、テラサ、 で配信されている。